皆さん、こんにちは。マダルグルビージです。では、今回は、新ギレンの野望、ベリーハードチャレンジ、続きをプレイしていきたいと思います。ギレン総帥の1年戦争編、これをベリーハードでチャレンジしていくという企画です。ベリーハードなので、先行のハサウェイ公開を控えているということも踏まえてですね、マフティをニューガンダムに乗せて歴史改流させてプレイをしているんですけども、それでも苦戦に次ぐ苦戦と。いう状況です。ビグロを戦線投入することによって多少ね状況を好転しつつありますので、今回はその続きとしてさらに後退した戦線を押し戻していきたいというふうに思います。開発に関してはモビルアーマービグザムの開発に着手をしています。エルメスの開発プランが手に入るまでもう一息というところまで来てますので、引き続き頑張っていきましょう。では各戦線確認していきます。まずですね、ここ小惑星5、ここの奪還に成功しましたので、ここ死守しながらですね、この先、補給ポイント1の奪還を目指して進軍をしていきたいと思います。ニューガンダムのマフティはここです。すでに能力、レベル20マックスに到達しています。続いて、補給ポイント3と4ですね。3に関してはですね、シャアを派遣して、さらにビグロに乗せてレベリング中というところです。まあ、シャアを派遣したことによって、ここもね、だいぶ戦線改善しつつあるんですが、一方でですね、連邦軍、これ、おそらく、ザクスナイ、ジムスナイパーだと思うんですけども、スナイパーが出てきているので、まあ、少しまたね、連邦軍のモビルスーツがアップデートされているなという感触を受けています。では、早速続きをプレイしていきましょう。まず、ビグロは有効活用をね、ちゃんとしていきましょう。ビグロ、クスコとシムスが乗ってますけども、これ、2スタックでペガサス機を落とせるかどうか、せっかくなんで検証しましょうか。これ、ビグロ2機で倒せましたね。ペガサスをビグロ2機のスタックで倒せるのが確認できたので、ペガサスに対してはきっちりビグロ2機で撃破しにかかりましょう。ビグロの活躍もあってですね、小惑星5に関しては安定的に確保できるようになりました。マフティとビグロ隊はですね、この後、ご覧の補給ポイント1を目指して進軍を開始しています。補給ポイントの1まで奪還できれば、ゲームスタート時と同じような情勢に持っていくことができるかなと思います。ちょっと苦戦しているのがですね、シャアが派遣されている補給ポイント3ですね。ここは、連邦軍もモビルスーツ隊の数が多くて、ちょっと苦戦しています。この後ですね、ここにはモビルスーツ隊を増強していきたいと思います。まあ、多少戦線は好転しつつありというところなんですが、一方で連邦軍の方もですね、モビルスーツの数は相変わらず大量に投入してくる上にですね、モビルスーツ自体のグレードもアップグレードしてきているので、まだまだ全然油断できるような状態ではないですね。こちらもしっかりモビルスーツの開発進めていきたいと思います。開発ですが、ドロス超大型空母開発、実は裏で進めてました。これの開発が完了しています。これ前線に一つでも置いておくと補給拠点としてすごく使えると思いますので、ドロスはこの後前線に移動させていきたいと思います。ビグラング、これ前線に今到達しつつあります。ホルバインを乗せて出撃中です。このまま前線を押し出していきたいと思います。だいぶこの小惑星5を起点として補給ポイント1を奪還する作戦を順調に進んでいますね。このまま奪還しましょう。再三お伝えしている通り、ちょっとシャアのいるところがきつくなってきているので、今ちょうどこの補給ポイント4の部隊が優勢に地球上空まで押し戻しているので、これ合流させてもいいかなと思ってます。場合によってはですね、このシャアの部隊と補給ポイント4の部隊ですね、これ合流させてより柔軟に
攻撃ができるような体制を作っていければいいかなと思っています。ザンジバルの数も順調に増やしていまして、今6隻ほど就航している状態ですね。現在我が軍は様々なモビルスーツを戦線に投入することで多大なる戦果を上げています。しかしモビルスーツごとに異なる操縦方法は前線の兵士たちに負担を強いています。この問題に対し開発部から統合整備計画が提案されました。予算の統合整備計画来ています。これ予算があるうちに投入していきましょう。新兵器のお金がね、余ってる時とギリギリの時があるので、ある時にできることをしておきたいと思います。リックドムの開発も完了してますね。リックドムはできるだけ早めに戦線に投入しましょう。宇宙での主力になってもらいたいと思います。ビグザム完成してます。ビグザム本来だったらシャアのいるところに持っていきたいんですけど、足が遅いのでちょっと悩ましいところですね。そこまで持っていく時間を考えると、おとなしくソロモンに配備して、まあ、ソロモンからゆっくり動かしていく方がまあいいのかななんていう気もしますしね。優先に進めていた補給ポイント4なんですけども、ここもまたまた大部隊が打ち上がってきているので、少し補給ポイント4まで戻らないといけなそうですね。一方ですね、補給ポイント1はうまくすれば、近いうちにね、奪還できそうな気配あります。なので、補給ポイント1を奪還したら、マフティをまたですね、3と4、行き来しながら敵の部隊を撃破していきたいと思うので、まず第一目標、補給ポイント1を奪還して、マフティが自由に3と4を行き来できる状態を作って敵を一掃していきたいと思います。エルメスはですね、もうすぐ開発レベル必要な14に到達するんですけども、適正レベルがちょっとまだ足りていないので、エルメス自体の開発は少し先になりそうです。敵は、まあ、ガンダムはもちろんなんですけども、ヘビーガンダムとかガンダムの派生型 G3 も含め、出てきている状態なので、さらにモビルスーツのレベルが1段階アップグレードされたっていう状態ですね。はい、お待たせしました。ようやくエルメスの開発プラン来ましたね。早々にエルメス開発しましょう。これ倍額投資してでも開発したいと思います。早速忘れないうちにエルメスの倍額投資開発やっちゃいましょう。いやー、8000か、8000の倍額は無理だな、さすがに。これ倍額するともう全然コスト残らなくなるので、ちょっと倍額は無理だ。6ターン耐えましょうか。6ターン耐えて、ニュータイプはこぞってエルメスに乗り換えてもらいましょう。連邦軍ですが、ジムスナイパー2も戦線に投入をしてきているようですね。これは相当こたえるな。倒しても倒してもキリがない。一時的にで戦線有利に傾きつつあるかなーなんて思ったのもつかの間、あっという間に押し返されてしまいますね。これはまだまだしばらくしんどい戦いが続きそうな、そんな気配がします。連邦軍ですが、アレックスも戦線に入ってきてますね。その投入スピードの速さたるや、さすがだなという感じがしますけど、まあ、ただ我々の方もエルメスのね、生産できるようにまあ開発進めてますので、これ開発できるようになってくると、また戦況を押し返せるかなと
というふうには思ってますんで、もう一踏ん張り頑張りましょう。まあ、その間にね、できるだけ戦力を温存できるようにしていきたいと思います。はい、ここでゲルググの試作型、これの開発プラン来ましたね。さらにようやくですね、ゲームスタート時の状態に戻せそうです。補給ポイント1の奪還に成功しそうです。補給ポイント3と4は今のところ激戦なんですけども、補給ポイント1を取ることによってですね、この後マフティを1、3、4と巡回しながら敵を殲滅していけるようになると思いますので、より効率的に敵を迎撃できるかなというふうに期待をしています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、エルメスの開発完了を待って量産体制に入っていきましょう。ちなみにビグザムはですね、のんびりなんですけども、今ここまで来てます。この後ビグザムさらに進行させて、ビグザムをこの補給ポイント4に配備したいなというふうに考えています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。